染料は占領か占領属に属する常緑小低木の一種である。葉は耐性し、葉縁には鋭い虚子がある。花は極めて単純であり、一個のめしべと一個のおしべだけからなる。冬に赤く美しい果実をつけるため栽培され、また正月の飾りに使われる。同じく冬に赤い果実をつける万両と対比されるが、両者は桃縁である。 別名として、草サンゴと呼ばれることがある。日本を含む東アジアから東南アジア、南アジアに分布する。常緑紅葉樹の小堤木であり、茎は直立してまばらに分子し、高さは50から150センチメートル、直径は1.5センチメートル、樹皮は平滑で緑色。一般的に、いかん束に銅管を描くとされるが、構生木部や初期の二次木部で銅管が報告されている。 また染料化の他の種は、同感を持つ。節はやや膨らんでいる。葉は耐性し、角質で光沢があり、葉芯は長大円型から、卵上大円形、2から 20x1 から8トル、表里とも、無毛、先端は鋭く尖り、基部はくさび型、肺には、先が細く尖る巨子がある。葉脈は右上、側脈は5から10対。葉平は、 長さ0.5から2センチメートル。傭兵の基部は広がってく茎を包み、幼少となる。卓葉は小さく、線形から単剣形、長さ1.5ミリメートル。一英茎、葉、果実一 C 体制する傭兵の間に幼少がある一人と、過剰日本での牡蠣は6の7月、枝先に2から3回分子する長さ2から5センチメートルのまばらに花がついた、水上過剰をつける。花は、 両生下、下皮を描き、楕円型から、先が尖った三角形で、長さ約1ト、mm、ルの角の脇につく。おしべは1個、1.3から 2x1 から1 3ト、mm、ル、紅白色、約は、おしべの半分長以上、黄色で2個。めしべは休憩、緑色、長さ1から1 5ト、mm、ル、その背軸側中央付近に、おしべがついて、横に張り出している。 果実は、角化、休憩、直径5から7ミリメートル、冬に熟して赤くなる。果実が黄色いものもおり、黄身の染料と呼ばれる。果実の角は、直径3から4ミリメートル。にある果樹2ビット、果実にし、身の染料の果実日本、韓国、台湾、中国南部、南アジア、東南アジア、ニューギニアに分布する。日本では、本州、四国、 九州、南西諸島に生育するが、広く植栽されているため、自然分布域北で見られることもある。上緑紅葉樹林の臨床に群生している。団地の半日陰に生えている。花の少ない冬に美しい果実をつけるため、観賞用に広く栽培され、また、正月の縁起物として、切り花が流通している。果実が黄色い黄身の染料や、不入りの園芸品種も流通している。 千両は少なくとも、江戸時代初期から栽培され、池花などに用いられていた。立花大前や、花壇地金賞では、千田でと表記されている。また、家父では、産後と記している。江戸時代後期に、同じく赤い実を多数つける万両と対比した、縁起物として、千両の字を当てるようになった。同様に、赤い実をつける植物の中には、百両、十両、 一両の名で呼ばれるものもいる。花言葉は、利益、祝福、富、財産。夏に採取し乾燥した若い枝葉や、それを酒で煮出したものを毛薬とすることがある。中国では主節風薬茶産後、急節茶などと呼ばれ、抗菌、昇塩、殺風除湿、かつ地、死痛の効能があるとされる。染料からは、セスキテルペン、フラボノイド、フェノール酸、 クマリンなど200種以上の物質が単に同定されており、その中には、抗菌、抗ウイルス、抗炎症、抗腫瘍、及び抗血小板減少症が確認されたものもある。また染料をお茶として利用する地域もある。日本などの個体では、薬の長さがおしべより明らかに短いが、東南アジア産のものは、薬の長さがおしべと全体とほぼ同調になり、 アシュサー・キャンドラ・グラボラ・サブスプ・ブラキスター・シーズ・ベルデック1985に分類される。中国南部からインド北西部には両アシュの中間型があるとされる。さらにこの中で果実が黒いものはサー・ーキャンドラ・グラボラ・バリエーションメラノ・カルパ・ベルデック1985とされる。ありがとうございます。